グッドモーニング、morning, YouTube。今日は女子医大白谷先生によります、利尿薬抵,抵抗性の予測スコアということで、今年のジャックハートフェイラーからの報告になりますね。えー、ダイオリティックレスポンスは、まあ、一時期結構注目されましたけれども、それの決定版なのか、それともということで、よろしくお願いします。お願いします、白谷です。えっと、利尿薬抵,抵抗性を予測するスコアリングの論文っていうのを、 まあ、ひあの調べてみました。あの、なんかマシンラーニングを使ってるんですけど、えっと、なんかそういうのをちゃんと読んだことがなかった。せっかくの機会を読んでみました。ということで、えっと、まあ、急性心不全のあのについての、まあ、こうテーマなんですけれども、まあ、急性心不全は、まあ、ボリュームオーバーロードが、まあ、問題になっていて、入院をしたり、それから利乳薬の、まあ、治療の、えっと、 健康が必で、えっ、ー、と、ま代理的エフィシエンシーっていうと、入院薬抵抗性とちょっと逆みたいな意味になるんですけど、えっ、ー、と、ループ離ア薬を打つと、どれだけその、まあ、入量量が出るかということが、えっ、ー、と、まあ、注目されてきていて、注目されてきているというか、一時期注目されていまして、えっ、ー、と、入院患者さんの20%から50%ぐらいが、 まあ初期等の、えっと夜の、まあ、ループリニュー薬であり、に対する反応が悪いということが分かっていますで。反応が悪いとどういうことが起きるかっていうのをコフォートで研究してみたこれになるんですけれども、エスケープっていう ADHF のコフォートを見ています。えっと、青が、えっと、ループリニュー薬を、まあ、あの少量を使ってたくさんおしっこが出た人で、 で、黒が、えっと、たくさんループリンアクを使って、惜しくはたくさん出た人で、で緑が、ループリネアクを少し使って、尿量が少しだった人で、で、一番下のオレンジが、えっと、たくさんループリンアクを使ったけど、惜しくは出なかった人たちということで、まあ、ループリンアクをたくさん使うと、まあ、その後、まあ、用語の、用語不良と相関するっていうイメージがあるんですけれども、それ以上に、えー まあ、おしっこが出ないことの方が問題なんじゃないかという,ような問題定義をしているような、えー、論文が出てきていると。これ,これはロー,ローのフロセミドでローのエフィシエンシーであれば、これはもうちょっと容量を増量すれば、もうちょっと上に行けるかもしれないということですよね。そうですね。だから緑の人は黒の人になれるかもしれないということでいいですかね。そこに変え値のつが指されるような研究であったということです。なるほど。はい。はい、で、えっと、ごめんなさい。 青をずらして、えっと、まずま、青枠のところに注目していただいて、えっと、ダイエダティックレスポンスっていうのをまあ計算して5分位に分けて、えっと、AEHF の治療に対してどれだけ反応したか見ていますけれども、う、えっと、血の除去はあのダイエクティックエフィシェンシーが良ければいいほどまあしっかりできていると。逆に、ダイエクティックエフィシェンシーが悪いほどうっ血が残存してしまうというような問題を抱えています。 で、さらに、えっと、180日との予後とも、えっと、相関をしていまして、えっと、赤,赤枠のところですね、になりますが、えダイエルティックレスポンスが、ま、良ければ良いほどハザブレシアは下に向かって、で、悪ければ悪いほど、まあ、途中で U 字カーブしてますけれども、ま、180日予後が、の不良と、ま、相関しているということもわかっています。で、ということで、これ2021年の ESC のガイドラインになりますけれども、 えっと、まあ、このダイレクティックエフィシンスをしっかり見ましょうっていうのがガイドラインになっていて、えっ、ー、と、まあ、ループリニュ薬を、えー、打つと、ADHF の方に打って、六時間後にあ、2時間後にスポットのナトリウムあ、尿中ナトリウムを取るか、6時間後の、えっ、ー、と、まあ、時間あたりの、えー、尿量っていうのを計算して、もし足りなければ、えっ、ー、と、バイ,バイで、バイ,バイゲームってよく言ってますけど、あの、 まあ、フロスイミドの量を増やして、しっかり尿量が出るほどの、まあ、あの、フロスイミドを打ちましょうっていうようえー、現行のガイドラインになってるんですけれども、まあ、これあるあるなんじゃないかなと思うんですが、まあ、このプロトコル通りやってると結構時間かかるし、えっ、ー、と、まあ、いろいろ鬱陶しさも、まあ、感じることってよくあるんじゃないかなと思います。まあ、そんな背景があるのか、えっ、ー、と、リニューアル抵抗性を まあ予測するスコアリングっていうのはですね、意外と今まで出ていなくて、まあそれが今年出たので、ちょっと読んでみました。というようなことになります。で、えっと、マシンラーニングを使ってクラスタリングをするような研究になっているんですけれども、えっと、いろいろちょっと詳細に話していきます。で、まあすごいざっくり言うとこんな感じで、えっと、まあ数多くの AHF の,のレジストリコフォートっていうのが出てますけれども、 まあ、それを、あの、マシンラーニングに打ち込んで、で、えっと、アウトカムオブイントレストっていうのをダイレティックエフィシエンシーにして、まあ、どうなるかっていうのを見た論文な研究になっていますで。詳細に見ていきますと、まあ、先ほど申し上げたとおりで、えっと、アウトカムオブイントレストっていうのを、まあ、設定すると、これに興味がありますっていうことを、まずあのインプットするんですけど、それは、あの、先ほどからお,お話ししているダイレティックエフィシエンシーで、 えっと、ループリニュー薬を投与を開始してから、えー、最初の72時間で、えっ、ー、と、尿量を、えー、ループリニュー薬の同図で割ったものになります。で、えっ、ー、と、最初、まあ、あの、クラスタリングというか、えっ、ー、とフェノ、フェノマップっていうか、フェノグループを作成する上での、まあ、作業がこちらになるんですけれども、 えー、先ほど、あの、示した、えっ、ー、と、ご報道のうちの3つぐらいを使って作成しています。で、えっ、ー、と、55ぐらいの因子、まあ、例えば、なんでしょう、年齢とか性別とか、a s t l t クレアチニン、BUN とか、まあ、そういう55の項目が、まあ、あの、キャンディデートとして、まあ、まず設定されて、で、そのうち欠損値が30%以上あるようなものであったり、 まあ、あの、高い相関性を持つものに関しては、多分片方があの除外されています。で、えっと、最終的に45の項目が解析をされていて、えー、います。で、えっと、なんか、ここら辺からですね、結構難しくなってくるんですけど、あの、マシンラーニング特有の解析になってくるんじゃないかなと思うんですが、えっと、パーミューテーションベースっていうですね、あの、各その変量の がどれだけそのダイレティケーシンシーにあの寄与しているかっていうのをまあ処理する統計学的な方法があるみたいなんですけど、まあ、それを用いてトップ20のバリアブルをまあ選出します。でえー、と選出されたトップ20のバリアブルを用いてクラスタリングするっていうような方法があるみたいで、まあ、そういうことをしています。でえー、とクラスタリングをしてで、えー、とフェノグループを作っていくんですけど まあ、えっと、何個の,あのフェノグループを作るかっていうのを、なんか、このバイエジアンインフォーメーションクライテリアっていうのを使って、えー、計算していますっていうことが書いてありました。で、さらに、えっと、この研究ではバリデーションもあの行っていますとで。バリデーションには、えっと、ドーストライアルとエスケープトライアルはを使用しています。で、えっと、デリベーションで選出した先ほどのトップ20の コバリエートを使って、えっと、このコフォートでフェノマッピングをするという方法を使用しています。このトップ20のコバリエントから、えっと、選出された、えっと、ダイエティックエフィシェンシーが一番悪いグループというのをフェノグループ1というふうにしているんですけど、えっとまあ、このフェノグループ1に、えっと、ど,うすどういう患者さんが一番なりやすいかというのを このボルタメソッドっていうのを使って、えー、と選出をしてでストロンゲストプレディクターを、えー、と8つ集めてそれをロジスティック回帰分析して最終的に、えー、とスコアリングするっていうのがあの詳細な手法になります。で、リザルトになります。えっ、ー、と、デリベーションですね。最初、まあ、どうやってフェノマップを作るかっていうところなんですけれども、えー、とローズ HF、ケアレス HF、アセナ HF っていう、まあ、3つの えっと、コホートを使用して794人で、えぇ、ー、ペノグループを作ってます。で先ほど書いていあるあのトップ20のバリアブルがこちらになりまして、えっ、ー、と、このなんか青い棒線が右に行けば行くほど、それはダイレクトクエフィシェンシーと相関してますっていう意味みたいなんですけど、まあこんな感じで NT プロ DNP とか、昔ハートフェイラーホスピタライゼーションしてるとかっていうのがこうランキング付けされて、まあトップ20が集められて、 で、このトップ20を用いて、えっと、フェノグループっていうのを作ってます。で、フェノグループを何個作るかっていうのを、まあ、あの、解析する方法が、この、なんか先ほどから、先ほどメソッドで出した、バイア、バイエジアンインフォーメーションクライテリオンってやつなんですけど、これが、あの、この数が少ないほど、まあ、適切なクラスター数であるみたいで、で、今回はその3っていう数字が一番この BIC っていうのが低いので、 あの、フェノグループは3つにしましたというふうに書いてありました。これは、あの、フェノグループを3つに分けて、えっと、作成したときの、えー、キャラクターになります。で、えっと、フェノグループ1っていうのが、えっと、でネネ抵抗性が一番高いグループにな,なるんですけれども、まあ、そこのキャラクターを右側に収出すると、まあ、イメージしやすいですけど、一番高齢で,で、えっと、ADHF の,あのベースライン、入院時の、えっと、 血圧ですね。が一番低くて、まあ、クレアチニンが一番高くて、n ィブロン BNP が一番高くて。で、えっ、ー、と、身体食権を取ると、酸音が一番して、両肩や節も一番ありました、まあ。よくありそうなグループ分けになってます。で、えっ、ー、と、このフェノグループ3つに分けて、えっ、ー、と、ダイエレティケーシンシーを評価してみると、まあ、このようになっていて、 えー、フェノグループ1、2、3の順に、えー、ダイレティックエフィシンシーが改善するというのが有意差を持って確認されています。ごめんなさい、このフェノグループの分け方というのはダイレティックエフィンシーで分けているわけじゃないんでしたっけダイレティックエフィンシーで分けています。そうだね。そうすると、フェノタイプ1と2があんまり差がないように感じるんですけど。はい、そうですね。この1と2の間の 優位さっていうのは今回評価してないんで、うん、これかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、確認なんですけど、<laughs> その反応性っていうのはどうやって定義されてるんでしたっけ入院して72時間のフロセミドの量と、それから72時間で出たあのおしっこですね、<laughs> を割り算してあ、そうか、割ったものを、まあ、3分位に分けたってことでいいですかじゃ三3分位じゃないね。あ、3分位じゃないですね。うん そ,のまあ、そこがなんか一応みそらしいんですけど、3部位に分けてキャラクターを作るのでは、なんかこう、うん、病態の本質をなんか理解できないっていう、ディスカッションだったりしすけど、書いてあって、確かに確かにそんな気がします、ね。じゃなくてその、その、なんていうか、うん、いろんなそのバリアブルの、えー、と相互作用を加味すると、フェノグループを作るのがまあ一番よく分かるんだっていうのが必勝。そのフェノグループの分け方がちょっと分かんないんですが、まあそこはいいでしょう、スルーします。まあ こ、はい、こはですね、僕も,も、まあ、正直よくわからなかったですね。トップにいるってうのからこう、まあ、マシンラーニングして、ちょっとブラックボックスが入りながら、こんな感じで作ってると。はい、ありがとうございます。はい。で、一応3軍間には優位差があってで、1と2に差があるかどうかっていうような解析、詳細の解析は今回載ってなかですね。で、一応これ数字載せてますけど、大体的エフィケーシエンシーが13、17、35ってあんまピンとこないんで、 えっと、フロセミド40を1日打つ換算で、まあちょっと出してみました。こんな感じになりました。で、えっと、やっぱ欧米人だからっていうのもあると思うんですけど、まあ、40打って1日で500とかですね、相当少ないなっていう感じで、まあ、一番いいとされる3番も40打って1400なんで、なんとなく。いや、少ないですよね。はい。もう日本人だとこれ倍換算ぐらいしてもいいんじゃないこれ1日量ってことでいいですか 1>, ?1 日量です、ね。 まあそうなんだ、少ないね。まあ、これ別にもともとが募集団が反応性が悪い人たちだけを集めてるわけじゃないですもんね。まあ普通に ADHF の人を集めたそうだ、ね、分かりました、はい。感じなので、まあ、ここはやっぱり自主化の差を少し感じましたで。あと入院期間を評価してるんですけど、これはあの先ほどと逆 相関になっていて、のグループ1が一番まあ入院期間が長くて、で2,3っていう順番でまあ下がってきています、三軍艦で優位差はありますけれども、まあそれぞれの軍艦でのえっと統計学的な処理はしていません。でこれはあのバスです。えっと息切れの改善度を、えー、入まああのレースラインとそれから単位ムだと思うんですが評価していて、で1,2,3の順にまあバスは改善しているという評価になっています。 で、えっと、次、バリデーションですね。えドーストライアルとエスケープトライアルを使って70、707人で、先ほど、えっと、作った、えっと、フェノグループのノウハウが、ここでも使えるかっていうことを、まあ、処理しています。で、えっと、フェノグループ1、2、3に分けると、えっと、利入役抵抗性を評価して、こんな感じになっていました。 で、これあの、フェノグループ1にしたの数字が、えっと、本論文中にもサプリメントにも書いてないんで、具体的にいくつかよくわかんないんですけど、これフェノグループ1とかですね、せいぜいこれ5もない,い感じなんで、めちゃめちゃ少ないっていうことになると思うんですけど、例えばこれが仮に5だとすると、フロセミド40を打って、えおしっこがあの、1日200しか出ないっていう計算に、200じゃないと ?160 とか200とか、 それぐらいになっちゃうんで、まあ、とんでもない少ない、本当に損なのかなって思って。ごめんなさい、これは一番初めのずっと何が違うんでしたっけこれはバリデーションで、あのフェノグループそう。バリデーションか。あな,るなるほど、なるほど。似てるんで、わかりづらいんですけど、すみません。こ、うん、れはバリデーションでも評価しましたってことになります、ね。まあ、でも非常に少ないですね、フェノグループはね。本当って思っちゃうぐらい少ないですね。 で、えっ、ー、とですね、えー、バリデーションと、あと、えー、あごめんなさい、えっ、ー、と、デリベーションとバリデーションです、ね、両方とも、えっ、ー、と、まあ、線形回帰分析と、それからロジスティック回帰,、えー、と回帰分析をして、えっ、ー、と、入院の、入院期間が、えっ、ー、と、フェノグループ1であることをリファレンスとして、フェノグループ2、フェノグループ3であることの、まあ、 さ、それから、えっと、バスの差、それから、日本フィステムモータリティを評価してるんですけれども、まあ、下の調整因子を用いて、回帰分析をしても、えっと、優位さを持って、これの項目は大体、あの、まあ、差がありますよ、ということが証言されています。で、えっと、これは、あの、エスケープトライアルっていうのが、あの無心過程をやってたんで、 えっと、ヘノグループ3つに分けた際の、あの、進化点の圧データの差っていうのもサプリメントに載ってたんで、してるんですけど、あんまり目星ものはなくて、退院時の RA プレッシャーがヘノグループ1で優位に上昇していたっていうのが、まあ、ほぼ唯一の、あの、優、ま、位、あ、差が出たところで、まあ、これ、ただただ、リニュアル薬が足りないというか、まあ、打っても出なくて、う血が残存したっていうことを示唆してるんじゃないかなと、個人的には思ってまして。なので、 心圧のデータから離農薬抵抗性を測るというのは結構難しいのかもしれないです。ただ、これは腎静脈うっ血ということを反映している可能性はありますかねまあ、そうですね。で、あの退院時な、うん、入院時の RA には、あのなんかこう、意味のある差はあんまり感じないんです,、ね、ですか,、ねかうん、入院時のデータはなかったんですねあ。入院時のデータあります。ごめんなさい。これ左側が入院時で。 あ、ごめんなさい。えっと、ベースラインっていうのが入院時ですね。ああ、そ,うか,そ,うか,そうか、そか、そか、そえっと、下が単院時あ。ああ、なるほど。ごめんなさい。これ、すごい分かりにくいんですけど。確かに、ああ、そうか。RA プレッシャーは入院時は、えー、タイプ1が低、まあ、そんなに高くないけど、単院時は高いってことですか。あそう,そうです、そうです。ああ、じゃあ、確かにあんまりレスポンスの意味は、とは仮想がなさそうですよね。 なんかあんまり意味のあるデータではないかなとう。うん、確かに差はあるけれどもってことですね。はい。まあ、理能薬足んなかったのかねみたいな。そんな感じなんじゃないかなと思うんですけど。でした。で、えっと、このヘノグループ1になりやすいものっていうのを選出して、えっと、バン ADHF スコアっていうふうにスコアリングをしてます。で、これがそのスコアリングになるんですが、 えっと、8つの項目を選んでます。で、えっ、ー、と、それぞれロジスティック解析、ロジスティック解析分析で、えっ、ー、と、重み付けをして、まあ、スコアリングをしたら、こんな感じになりましたってことになります。で、えっ、ー、と、点数が、まあ、0点から20何点だったかまであるんですけれども、例えば、えっ、ー、と、バーン ADHF スコアが20の人っていうのを、 フロスイミド80を打つと、まあ、大体660、えー、と1日に出る換算になります。で、かたや、えー、バン,ン ADHF スコアが5点だと、えー、1日で2650出るんじゃないかという,ような資産が出るみたいです。で、えー、とこのバン ADHF スコアが、えー、とどれだけを、えー、使用すると、どれだけフェノグループ1へ分類されやすいか。 もしくは、えっ、ー、と、リネアク抵抗性を分位にした際に、一番あの抵抗性が高い群にどれだけ分類されやすいかっていうのを ROC 曲線を描いて、まあ、評価をしてるんですけれども、まあ、クレアチニンとか BUN とか BNP とか、えーと、ホームダイレクティック、うん、ドーズ、マジックスコア、ここら辺と比較しても、曲、まあ、面化面積は一番大きいですよっていうのが、の両方とも出てました。さすがにマシンラーニングだけあって、かなり AUC は高いですね、他のものに比べて。 すごい高いんです。うん、はい。はい。で、えっ、ー、と、このバン ADHF スコアに関しても回帰分析をしているんですけど、えっ、ー、と、左側がバン ADHF が5点ずつ上昇すると、まあ、どれだけ何が起きるか。で、えっ、ー、と、右側がバン ADHF スコアが12以上か12未満でどうかっていうことを、まあ、いろんな項目で評価しています。で、下の四角で囲った調整で、調整因子で、 えっと、調整をして、えー、ダイレクティックエフィシンシー、えっ、ー、と、入院がどれだけ長引くか、えー、フォローアップの NT プロビン P がどうなるか、えー、バス、それからインホスピタルモータリティを評価してますけれども、えー、これも、えー、全てですね、全ての因子で、まあ、優位さを持って、あの各因子が、まあ、増悪ないし悪い方に向かうということが確認されています。 えっと、これは、あの、GWTG っていう広報との、えっと、バリデーションですけれども、EF で、まあ、e、相互作用というか、あの、バンエディチェフスコアの有用性というのを評価してますけれども、まあ、えっと、REF でも、マイルドリ,リーリーュストでも、えっと、プリザーブド EF でも、えっと、このバンエディチェフスコアが、えっと、5点ずつ上昇すると、まあ、いろんな項目がしっかり悪くなる、ないし、あの、まあ、シ不フトが悪くなるような方向に動いてますということが確認できています。 ということで、ディスカッションに移りますけれども、えっと、今回、その、この論文で、えっと、評価したことは、えっと、複数の候補と使用して、ADHF の患者さんを3つの手のグループに分けました。で、最もリノ薬抵抗性が高いグループの予測因子から、バーン ADHF スコアっていうのを算出しました。で、バーン ADHF スコアっていうのは、リノ薬抵抗性、う血の症状、入院値の後と優位に相関していましたっていうのが、とまず、プリンシパルファイニングズになります。 でこれまでその離乳薬抵抗性っていうのを評価した論文っていうのはいくつかあるんですけれども今までの論文は、えー、と離乳薬の抵抗性が高い群と低い群を比較してそのカテゴリー変数が、まあ、有意差がどうかみたいなことを評価してたんですけれどもこれではあの正確に、まあ、患者のプロファイルやそれから病態整理の 以上っていうのを捉えることはできませんと記者は訴えていて、まあ、今回はそのフェノマップっていうのを使ったことで、まあ、より包括的に ADHF のサブグループをその表現することができたんじゃないかと記者は言ってました。僕がよく分かんないんですけど、フェノマップの有用性っていうのは、これまでのとどう違うんですかね。なんか、僕も正直、うん、この辺は難しいなと思ったんですけど。 そのカテゴリー変数同士の相互作用っていうのをより加味したものがフェノマップだと作れるっていうのなのかなと思うんですが。今までは一個一個は効く、効かないっていうのをやって、大変量かけてってやっていたのを、全体的に包括的にマシンラーニングっていうか AI でか、はい、考えると、で出したスコアってことですね。はい,っていう,うにまに言いたいんじゃないかなと。なるほど。はい でえっと、実際、このフェノグループにつって一番リネア抵抗性が高いグループを見ると、えーえっと、拡張気血圧は低くて、微妙にクアチニが高くて、うっ血と、えっと、心不全症状がまあ高いというか、重いということが分かります。一番エフィテンシーが低いグループですよね、これね。そうです、そうです。そうですはいはい。で、えっとまあ、これは心臓、腎臓、それからボリュームして、確かにまあ複雑な相互作用があるということを示唆するんじゃないかと思っていました。 えっと、特筆すべきは、バンエディチフスコアっていうのは、えっ、ー、と、血の身体所見も含めて、まあ、全部解析を行ってるんですけれども、まあ、予測因子になり得なかった。例えば、えっ、ー、と、両体腐腫とか、膝呼吸とか、えっ、ー、と、酸音とか、そういうのも含めて解析したけど、結局残ったのは、わ、まあ、かりやすい定量的な評価であったと,いうところが特筆すべき点だというふうに言ってまして、まあ、どうしてこうなったかっていうと、えっ、ー、と、患者間の あの観,察観察者間の、まあ、ここら辺の心体所見はばらつきが発生したり、標準化されていないことが問題だったり、まあ、そもそもやっぱり NT プロ BNP とかそういう客観的なデータにやっぱり劣るというような関心が支されるんじゃないかというふうに書いてありました。じゃあ、身体所見はそんなに重要じゃない <laughs>、まあ、極論は,ことはいう。少なくとも尿病、尿量、利尿薬に対する反応に関しては、あんまり別に意味をなしてないぞということですね。はい。 データだけ見ればいいんだ、極端な。はい、で、今、この、えっ、ー、と、バン ADHF スコアのガイディングで ADHF を治療することが、あのまあ、いいガイダンスになるかどうかっていうのは、トライアルが進行中みたいで、まあ、これも楽しみにしてくださいというふうに書いてありました。前向きにってことですよね。でも、後ろ向きに見ると、もう、モータリティにも影響してるってことですよね。まあ、そうですね。あのロングタームのモータリティは見てないですけど、インホスピタル少なくとも。 はい、はい、ということで、そのトライアルが進行中です。ということで、以上、おしまいになります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日は、えっ、ー、と、3つの大きなこえっ、ー、と、前向きトライアルのデータベースを用いた後ろ向きの解析ってことですよね。はい。はい。それで、えっ、ー、と、まあ、マシンラーニングを使って、 えー、利尿薬に対する尿量の反応性を見て、それを3つのクラスに分けてみましたということで、これは3、まあえー、分位ということではなくてということだったわけですけれども、まあ、そうするとやっぱり、えー、利尿薬の反応性が悪いグループっていうのは、予、え、後、ー、が悪,く悪かったということでいいんですかね。うしはい、でおしっこの反応性に関しては72時間、まあえー、と入院時からということいいんですかね。 7じ時間の、はいまあ、利尿薬に対する尿量の<あ>、えー、で分けたということになるわけですけれども、えっ、ー、と、もう一度その、じゃあ何のスコアをみ6つでしたかね使ったかっていうのをおさらいさせてください。8つでしたっけこれになります。えっ、ー、と、クレアチニンですよね。で、拡張器血圧が高い方がよくて、えー、元々の利尿薬を のドーズが少ない人がよくて、NT r ロ BNP が低い人がよくて、BUN が低い。クレアチンと BUN は両方とも独立して入ってるんですね。これが面白いですよね。そうですね。これもやっぱりマシンラーニングならではなのかもしれないです、うん、な,るなるほど、なるほど。かなりその相関性があるから、普通はね、どっちか外したりすることが多いかなと思うんですけれども、やっぱり BUN がかなり強力ってことなのかもしれないですよね。そうです で、心房細動がない方がよくて、高血圧がない方がいいんですね。これ結構強力ですね。あとは、えっ、ー、と、もともと心不全の、えっ、ー、と、まあ、手前1年間の入院が、ん違うか。入院じゃないですね。あえっ、ー、と、まあ、増悪、ワースニング 1> が1年間にない方がいい。まあ、繰り返してない方がいいっていうことですよね。はい。なるほど、わかりました。うん。 割とこれまでも言われてきたような一般的なデータかなっていう感じがしますけれども、も、えー、ともと、うんまあ、フロスミス飲んでる人っていうのは、やっぱり <laughs> 抵抗性がもうあの高くなっちゃってるっていうふうに考えていいですかね。と思います、はいで。クレアチリン BUN っていうのは、やっぱりン機能のリザーブが減っていて、まあ、これはなんとなく理解できますよね。拡張血圧っていうのは、これはなんですかね いやこれはですねなんか体の血管内のボリュームっていうのがある程度ないと利尿薬にも反応が悪いってことでいいですかね。うん、これちょっと僕もよく分からないです。<laughs> なるほどあとはメルテプロ BNPO の高い患者さんというのは心,、えー、心不全の状態がまあ悪いからやっぱり腎臓のうっ血が取れにくいっていうことを示唆しているのかなということかと思うんですが心房細動とハイパーテンションは何ですかね、これ。うーん これもなんかちょっと難しいですよね。なんかもう、あの意味合いを考えるあマシンラーニングを通すと、なんか難しくなってきますよね。確かにね。AF よりハイパーテンション3点なんですよね。3点がすごいよね。でってことだと思うんですけど、これって。うん、ハイパーテンションの定義自体もすごい難しいとは思うんですけれども、ね、AF はやっぱり心房の機能が落ちていて、BNP がそんなに多く出ないからっていうのもあるんですかね、もしかしたらね。あ NTProBNP ももしかしたらそこから絡んでるかもしれないですね。うん、そうですね。なるほど。いや非常に面白いんですし、あの予測の,の、えーまあ、AUC っていうのはかなり大きかったとっいうことになるんですが、じゃあ、このロース、えー、とハイスコアロースコアえっ、ー、と、どっちが悪いんだハイスコアが悪いんですね。ハイスコアの人っていうのは、じゃあどうすればいいですかね これも、入院時にスコアリングしちゃっていいんですね。入院時にスコアリングです。はい。で、えー、っと、まあ、とりあえず、あの、後ろ向きのデータを見ると、まあ、ハイドーズのループリニューアクでもいっぱいおしっこは出していた方がいいっていうことになるので、今、現行の,あの治療だと、まあ、例えばその、初期プロセミド量っていうのはある程度決まって、で、それを6時間を見て、うん、足りないの評価して,、ね、ってっていう。過程、はい。 家庭が必要なんですけど、そ、うん、してこのマイディチフスコアが高ければ、うん、えとじゃあこれ、フロセミドをいくつ打つと、いくつの尿になるなっていう計算して、で、えっと、初めからその初期設定よりもあの多いフロセミドを打って、チャレンジすることができる可能性があるという感じです、うんうん。なるほど。あとはサイヤイ道だとか、えー、他の利尿の方法っていうのをもう前倒しで考える必要がありそうだってことでいいですかね。 それれででももいいいかしなすあとは介入はやっぱり難しくって、ほんまあ、その残存するうっ血っていうのを取って、退出していただいた方が良さそうではあるけれども、それが果たしてその増量、フロスミンを増量することとか、え他の利尿作用のある方法論を追加することで、本当にそれがし、尿量が増えて、そして院内の死亡率が改善するかっていうのは、すごくまだまだ分かんないところはありますよね。もうん、その通りだと思います。なるほど。 はい、あとはですね、このデリベーションの、まあ、今回、700人ちょっとだったということですけども、なんかあのデリベーションするにはちょっと少ないんじゃないかなって思ったりもしたんですけれども、もともとのデータベースってもうちょっと大きいんじゃないかなと思うんですけれども、どうですかね、ローズから360、ケアレスから180ぐらいしか取ってないっていうのは、これ何かかありますごめんなさい、これ元論文までちゃんと見れてないんですけども、これ見るとなんかもともと360人で、そこから4人。 エクスクルードしたみたいな書かれ方されてます。例えばですけど。これどうなんでしょう本当にこの数なのかなとか、すいません。それぐらいにしか思ってませんでした。で、うん、あと、サンプルサイズがいくつ必要っていうのも、うん、特に書いてなかったです。なるほど。N が何になるように、ここから集めたとか、そういうのはなくて。 はいはい。こ,こ,のホートこ,このコホートで、ででもロ,そロ,ローズはもともと360人しかいないのか。なるほど。なんのかなとか思いましたあ。そうですね。なるほど。まあ、包括的なこの、えー、解析をすると、この800人弱ぐらいでもまあ十分なのかってことですかね。まあ、確かにバリデーションでもしっかりとまああの予測のは保たれていたんで大丈夫かなというふうに思いますけれども、今回使った大体の利尿薬の そう東洋量っていうのはどのくらいですか。すいません、ちょっと僕が今用意している資料には載ってないですね。うん、まあやっぱりかなり使ってるとは。かなり使ってるよね。うん。はい、だからやっぱりそれ以上の量にする、まあこれアメリカのスタディだと思うんで、そそれ考えると利農薬をさらに増やすっていうまあガイドライン通りやるよりは、やっぱり種類を増やすっていうのを前段階で考えた方が良さそうかなっていう気はしますよね。 まあそれを含めてちょっとまだ分かってない領域。日本ではトルバプタンが急性期に使えると思うんですけれども、それ、トルバプタンの可能性に関しては、塩谷先生の意見は何かありますか完全に意見でしかないんですけど、うんうん、お個人的にはあの、電解質がなるべく整うように利尿剤を使えばいいのかなっていうので、ま、トルバプタンとナトリウムとかクロールとか、ちょっと上がる人が多いと思うんですけど。はいはい そういうのがこうちょっと廃校になっている人には、最初から、あそういうふうに、こうやって積極的に使ってもいい可能性があるなと。電解質が特に問題ない人に関しては、フロセミ同士でいいかなと。うん。まあそうですね。うん。そうです、ね。はい、なるほどね。はい、分かりました。まあ一つの意見としての、電解質っていうことですかね。ナトリウムが低い人に関しては、トルボタンを考えてもいいんじゃないかという、まあ、塩谷先生のご意見でしたかね。 はいありがとうございました。まあ、なんていうか、もともと結構やられていた、このダイアルティックレスポンスとか、ダイアルティックエピセンシーのお話でしたけれども、まあ、こうやって改めてやってもらうとですね、まあ、なんていうか、我々が今まで使っていたその変数ばっかりで、で、まあ、そうだろうなっていう感,覚感じもしちゃいますけれども、 あれをあえてまあスコアリングしてみると、えー、今日お示し,していただいたような予測能になって、まあ、院内のモータリティにも反映されるということで、非常にまあ有意義なものだったかなというふうに思いますけれども、もう一度8個の、そうですね、これを見て終わりにしたいと思うんですが、BUN クレアチニン、拡張気血圧でハイパーテンションの気温ですねで、元々飲んでいたフロセミドの量と AF、 1>, えー、1年以内の心不全増悪、それから、まあ、アートフェイデアの、えー、BNP による、えーまあ、重症度判定ということですけれども、まあ、これを暗記するのはほぼ不可能だと思うので、うーんどんな感じで考えればいいですかねなんかですねあの、アプリになってるっぽいんですよね。まあ、なってんだろうね。大してあれではないけど、それを使えばいいのかなと。 まあそもそもこれ、ホームダイオレティックですね。入院前のプロセミドの量を見ると、250mg 以上が6点とか言われても、全然やっぱりちょっとピンとこないですよね。一番下のランクも 120mg 未満とか言われても、そもそも,そもそほとんどが我々これに入っちゃいますよね。そうです。うん。はい。ありがとうございました。非常に勉強になりました。ということで、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。